なんと今回は初の郊外からのチャレンジャーです。ありがとうございます。しかも、はい、お顔もかっこよくて超ダンディーです。ちなみに芸能人で言ったら誰に似てる？ジャッキーチェンとチュートリアルルクイを足して5で割った感じやね。おお、そうそう、まだ見てないでしょ、あの視聴者の方ね。あ、もう得意チェン大福。本日も聞き魚チャレンジやってまいりましたね。やってまいりました。初めてご覧になる方のためにルール説明をしますと、チャレンジャーの方に目隠しをしてもらい4種類の魚の刺身を食べていただきます。刺身の名前を全て当てることができれば賞金3万円をゲットということになります。郊外の方がチャレンジに成功した場合は交通費、宿泊費を大福が負担いたします。私は刺身を一つでも間違えた場合は罰ゲームのおすうどん完食していただくということですね。よろしくお願いします。今回用意する魚はこちらになります。今回ちょっとたまたまね、特徴のある魚が残ってましたんで、サービス問題に、ね、なっちゃう可能性もありますけども、なんとか阻止できるように我々は頑張りたいと思います。さあ、魚の、ね、紹介も終わったということで、はい、今回はチャレンジャーどんな方なのでしょうか。なんと今回は初の郊外からのチャレンジャーです。ありがとうございます。しかも、はい、お顔もかっこよくて超ダンディーです。ダンディー来ました。ちなみに芸能人で言ったら誰に似てる？そうね、ジャッキーチェンとチュートリアルルクイを足して5で割った感じやね。5で割った感じ。めっちゃ気になるやん。めっちゃ気になるやろ。じゃあもう呼んじゃおう。では早速どうぞ。言うこと分かったやろ。まだ見てないでしょ、あの視聴者の方ね。あ、もう得意チェン続いていきました。はい、では早速質問の方をさせていただきたいと思います。魚を当てる自信がありますか？同種類の魚全部釣ったことはあるんですけど、ほぼほぼ食べたことがない魚が2つ入っているので味の想像がつかない。なんでもうスードンだなと思って全問正解したら3万円賞金なんですけど、使い道とかって考えてますか？新しい釣り道具を買うか、魚類の使い道になるんじゃないかなと思ってます。なるほど、はい、はい。はい、それではね、チャレンジャーのお顔をまだ見てないので、早速映っていただきましょう。3、2、1、どうぞ。ダンディー。めちゃめちゃダンディー。それではカメラに向かってお名前と意気込みの方をよろしくお願いします。長崎から参りました、勝也と申します。3万円をゲットして帰ります。それでは賞金目指して頑張ってください。お願いします。頑張ります。タイフ TV、 平和くん、シャッフルタイム、はい、お願いします。シャッフルタイム。今日はね、ちょっとね、まあ味が癖があるから、これでいこう。はい、心の準備はよろしいでしょうか？はい。それではレッツフェイシング。やだからね。まだ A ですね。ちょっと少しよ。よしよしよし。なんか今まで食べた中でありそうですか？食べたことがない2種類ではないような気がする。なるほど。ミスバじゃないかなっていう気がするけど、食感がね、イサキじゃない。なるほど、なるほど。一旦次に行きます。次に行きます。B。 はい、 B 行きましょう。わらじゃない、日本の動画。少し癖がある。おA とは食感が明らかに違う気がします。過去食べたような感じはしますか？する
するようなしないようななんかね、いかに今まで適当に食ってきたかってわかんねえ。もうなんか酢うどんがよぎったでは C、 はい、C いきます。C ぐらいからもわけわからなくなる正直味はよくわかんないけど、食感は食べたことがない食感なんで、これが煮座台か。お、じゃあわかんねえなわかんねえ。はい、次 D いきます。超味気ない味気ないでもなんかすごいみずみずしいっていうか、うん、薄葉って一番なんかこう味気ないっていうか、まあ、よく回ると癖がないっていうイメージがあったんで、はい、いいかなっても思うんだけども、おなんかな。そうじゃあ皆さん、これがねセルフラビリンス、もう自分の中の迷路に入ったらもう一生抜け出せない食感がね明らかに違うんですよ、はい、面白いと思う、うん、多分ね食べれば食べるほどなんか悩むだけそれはありますよ、それはあります。 どうしましょうか。よし、回答いきます。おタイフク TV、 それでは回答の方を書いていただきましょう。 Let's thinking。 この悩んでる横顔がまたいい感じです。結構うちの玉にそっち系のあれがあるんですはい、OK。 はい、それではいいですか、心の準備は。食いないですか食いしかないです当てれば賞金30,000円、外したら酸っぱい酸っぱいお酢うどん。それではいきます。 That's all。 残念、惜しい。あー、 B と C が逆ですね。これ食感がなんかシャキシャキしてて、ニラ台のサメ肌みたいな、あれからこうシャキシャキ感をイメージしたんで、ああ、なるほど。だから C はニラ台だろうと。なるほど。臭みのあるところをちょっと2本入れてきたもんね。術中にはまってしまったというか。なるほど。ここで我々本来ねこう終わりたいんですけれども、もうどうしてもね、この周りがね、あの絵をねもう撮りたいでしょ。はい、撮りたいです。仕方ない。お願いします。お願いします。心が痛いよね。心が痛いわ。心が痛い。ごとうどん食べられたことあります？ありますよ。3万取ったらごとうどん30,000円分買ったよし。それでは材料をご紹介します。身のない出汁です。身のない出汁を少し入れます。お酢。浜田さん、ストップって言ってください。はい。桃いいと思う。桃。まだ。やばい、ほら、当てた。ほら。OK。これは、完成でございます。それでは、お酢うどん、行ってみましょう。お願いします。いただきます。ます本当に気をつけてください。おー。匂いはやばい。ここまで来るもんね。おー。なんか、もう待ってる間に麺が増えてる気がする。お酢を吸っちゃって。素晴らしい。どうですか、出汁の味は。出汁全く意味のない出汁を入れさせてもらいます。できるだけこうお酢を切ってなるほどなるほど。なるべく飛ばすんですよね、飛ばす飛ばして効かさせる。そうじゃあ効かさせたということで、思いっきりすすってもらって出た出たほらずっと。残り二口というところでしょうか。わー、酸っぱくなってきた。ありがとうございます。非常ありがとうございます。最後は思いっきり。ありがとうございます。
誰かに背中押してほしいんですよね、最後。おおおおありがとうございます。ジョギングしたみたいな。あったじゃない、あった。罰ゲーム、お疲れ様でした。お疲れ様でした。ありがとうございました。もう一回チャレンジする機会があれば、イカとタコとサザエとアワビ。さすがに、超ラッキーボールです。この後もまた五島をぜひ楽しんでいただければと思います。今日はありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。この企画にチャレンジしたい方は、この動画のコメント欄、または株式会社タイフクの SNS のダイレクトメッセージまで、どしどしご応募ください。お願いします。お願いします。お待ちしてます。